アブーサイードはティムール朝の第七代君主。初代君主、ティムールの三男でアゼルバイジャンタブリーズのアミールであったミーラーンシャーの孫にあたる。スルタンムハンマドの子としてヘラートで生まれ、ウルグベクの下で養育されるが、シャールフの死後の1448年、ウルグベクに対して定位三脱を試みる。しかし、これは失敗し、 ブハラで自立を図るもこれも失敗、サマルカンドにて投獄された。しかし、ウルグベクが、長男のアブドゥラティーフに暗殺されると、サマルカンド有力者によって救出され、1450年に、再度反乱を起こす。ウズベクのアブルハイルの援助を得て、マーワラーアンナフルを征服。サマルカンドを占領し、アブドゥーラーを処刑し、 ティムール超東部のサマルカンド政権の支配者となる。アブーサイードは、その後アブルカーシムバーブルのヘラート政権と戦う。アブルカーシムバーブル死後の混乱に乗じ、黒羊朝のジャハーンシャーと同盟し、アブルカーシムバーブルの息子のシャーマフムードを追放した、ティムールの創尊イブラヒムを破る。1459年ヘラートを征服、ペルシャを東西で、 ジャハーン・シャーと分割し、その後1461年までに、アフガニスタンの大部分も征服し、ウルグベク以来サマルカンド政権とヘラート政権に、分割されていたティムール朝を再統合を成し遂げた。アブーサイードは、優れた王であり、税制を改革し、考えを行い農地を回復させ、内乱で疲弊した帝国のかつての繁栄と栄光を取り戻すために、 精力的に働いた。しかし、1467年に、ジャハーン・シャーが白洋町のウズン・ハサンに敗れると、ジャハーン・シャーの息子たちを援助し、ウズン・ハサンと敵対する。そして1469年、ウズン・ハサンとの戦いに敗れ捕らえられるとシャーアルフの、彦で、彼の性敵であったヤードガール・ムハンマドに引き渡され、処刑された。彼の放御後、 ホラーサーンとホラズムそして、ヘラートは、ティムールの子、ウマルシャイフの彦にあたるフサインバイカラが、ヤードガールムハンマドを処刑しこれを確保、ヘラート政権を復活させた。残されたサマルカンド政権の領域は、アブーサイードの4人の息子に分割相続された。長男アフマドは、サマルカンドとブハラ、そして、ティムール町の支配者の称号を相続し、次男のマフムードは、 バダフシャン、ハトロン、テルメズ、クンドゥーズ、ヒサールを相続した。三男のウルグベクは、カーブルとカザニを確保し、四男のウマルシャイフは、フェルガナを相続した。このウマルシャイフと、チャガダイ王家出身のクトルグニガールハーヌムの間に、生まれた息子が、後に、ムガル帝国を建国するバーブルである。ありがとうございます。